はい、おじゃ福岡に上陸しましょう。バイバイ。 ちょっと久々な、ヒッチハイクだな。久々に、でも大丈夫。久々ちゃんとなんかね、沖縄の県内とかじゃなくて、福岡から佐賀から今日は、ちょっと頑張っていこうか。なんか福岡館、今日はなんかあんまないけどね、去年めちゃくちゃお世話になった俺が、そうね、話した詐欺、福岡の詐欺も、の後に優しくしてくれた人たちじゃない。よかった。ちょっと唯一の救いの、そういう本当ちょっと挨拶だけしたいね。そうだね。ということで、ちょっと佐賀の前に、空に、男のけじめをつけていきます。 ご無沙汰してます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日本当に挨拶だけやっちゃって申し訳ないです。またなんか近々。体気つけてね。またビール飲み。ありがとうございます。ご無沙汰してます。ありがとうございます。ヒッチハイク。はい、ヒッチハイク。昨日やっぱ佐賀はですよ。やばくない？マジで1回しかやってないしね。 今日会った瞬間、おお、そうしようかな、みたいな。純之助さんの、いただきます。福岡の方、絶対に。そら、福岡、けど、素晴らしいお店なんで、よろしくお願いします。やばい。福岡らしいもの、ウエストだよね、今のところ。やばい、やばい、店だ。やば。 めっちゃ楽しみでやばい。やばい。めっちゃ楽しみでやばい。やばいっす。こんな挨拶は本当言ってそんないな。缶コーヒーが水先に化けましたね。バラシブリ的なやつなんですか。お姉さん、博多美人です。ありがとうございます。照れます。 マジ本当に最高だった。順に挨拶に行ってよかったってめっちゃ思った。やっぱりそういう人のつながりってめっちゃ大事なんだなって。じゃなかったら今日俺らもうちょっとへこんでたじゃん絶対に。確実に。だけどそれを救ってくれたのは人のつながりだった。足も頑張ろうぜ。誰だ、ぶち切ろうぜ。はい、声は出ねえけど。 信号が変わったら超で、その瞬間しかない。本当に。
ちゃ持たないです。ちょっと。三号線まで相模行くと難しいね。こっちに飲食店をしようじゃん。おいおい。あれじゃないの。来たよ。佐賀に入ったー。佐賀。佐賀県上陸しましたー。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、よいしょー。佐賀に上陸しました。なんもないな。そうではない。さっき調べたら人生で一生に行かなそうな県ぶっちぎりの1位らしいんで、ある意味ぶっちぎってるっていうのはちょっともう絶対に負けたくないポイントだから、今日は俺は佐賀はライジンさんでライブです。今日は佐賀ライジンのライブぶっちぎるます、よろしく。やばくない？おちょっと大きいでしょ。ちょっとまた天気も良くなってチェックで坂まで来れたから、もうちょっと眠い。ちょっとどこに寝ようか。そうだね、うん、寝ましょう。あれ見て、あれ見て、え玉屋、もう完全高島屋の感じだ。やばい、めっちゃ似てる。俺の中学の時の夢、九州男児。え、九州男児になり、九州男児に住みたいわけじゃなくて、いや、なんか九州男児になりたいなりたかった。どうね。そう、だって俺その時はマグロ漁船に乗って家族を養ってくるっていうのが俺の目標だったの。いや、そうだね。俺もさ、いろんな佐賀の友達とかが、佐賀の友達、佐賀出身の友達とかが声かけてくれたりとかしてるから、まあ、とにかく本当に、まあ、人が来て、ね、くれるか分かんないけど一生懸命頑張ろうと思います。よろしくお願いします。失礼します。おはようございます。おはようございます。お願いします。よろしくお願いします。オムレツを食べよう、たくさんのケチャップで、もしも僕らの時間が戻せたら、もしも心の声が聞けたなら、もっと正直好きとか嫌いとか楽しいとか楽しくないとかややこしいからどっちでもいい、やるかやらないかどっちかな。人生はいつだってシンプルさ。ペヤングとペヤングとカルピス。あ、たけし君ありがとうございます。いやいや、大丈夫です。頑張ってください。マジ頑張ります。ありがとうございます。福岡の筑後ってところ、はい、サザンカがします。マジっすか。いや、俺サザンカの花大好きなんですよ。っていうのはなんか花言葉って超素敵なんですよ。本来に近づく、あとあなた一番美しい。なんか僕はもうすでに暑いっすよ。なんか冬に咲くし、みんなが咲いてないときに苦しいときに咲くし、だけど椿にめっちゃ出てきます。椿は結構チヤホヤされるじゃないですか。だけどサザンカが本気出せば椿ぐらい超美しくなれるんで、そういうのがなんか泥臭いさ、なんか感じたんですけど、暑いなと思ってかっこいいと思って、それでちょっとこのタイトルにして、でそこからサザンカって曲を作ったんですけど。マジありがとうございます。すぐ来てください。すぐ目で行きます。ツアーが終わったらまた来ます。速攻ヒュン来るからね。速攻行きます。また来たのみたいな。いや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 、まあ、来てくれたーですよ。
ですよね。明日は長崎です。長崎で会場決まってなく飛び込みとかで入れるとこがお楽しいできるとこ探したりとか。じゃあ明日長崎でライブハウスちょっと連絡してくれて、明日ちょっと歌えると確実に移動しないと。確かに、うん、なんかこういろんな人に愛されてるのがすごいなと思って。両さんとかどこら辺で出会ったんですか。新宿オレバコっていうのがあるんです。あで、そこあのすごくいい箱なんですけど、で、りょうちゃんはそこで会って、そこで会った美人の人ですね。あ、美人で、で、なんか普通に同い年だし、めっちゃ仲良くなって。あの、江口は佐賀から来ましたもん。で、やっぱ多分来たばっかで、はい、震えてるような。あ、東京来たばっかですって。で、僕も別に東京でそんな幅利かせてれないですけど、まあ、俺も普通です。はい、で、メシ、メシ、メシでかっ。のりしなんで。のりし佐賀の高級のりでございます。え、高級ですか。え、本当にいいんですか。僕ら完全にミネラル不足してるんで。めちゃめちゃ助かります。あ、うまいっす。のりっす。はい、のりです。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、もう今回してるのこれ。ちょっと待って。はい、あ、怖い怖い怖い。おしゃれな人生リカバーであげてください。名刺だけ渡したようにそうなってあるし。ロミさん、マジありがとうございます。本当にありがとうございました。助けてありがとうございます。着いたね。いや、着いたね。佐賀様様だな。佐賀様様で、俺の友達のミュージシャンのね、佐賀出身の2人かお客さんを呼んでくれて、俺のために CG も売れて、着実に県から県に移動してるね。4軒目。あと43。着実に疲労も来てるけど、アーケードとか結構寝れそうだったね。男は黙って九州男児編、明日は長崎。なんとか会場も決められたんで一生懸命頑張るぞ。明日も長崎ぶっちぎります。よろしく。おやすみ。お疲れ様。ありがとうございました。今日の一本を思いに待っています。